お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、アウトロ入りの、30種をですね紹介したいなと思います。でデッキがですね、早速なんですけど、これで、ザッピー入りの、アウトローギャングで、アウトローとギャングで、ウッドはですねどっちかに枯渇させる、30種ので高回転ですね、ちょいとアイスピーリのということ でアウトローが12になりました。でマルチで使って、12でも13でも多分そんな変わらないのかな、わかんないですけど、で今53なんです。55まで行ったんですよ。55まで行ったんですけど、一瞬で200ほど落としましたということで、はい、今からですね戻したいなと思います。でこのデッキなんか海外のプレイヤーが開発したみたいで、すごい、すごいじゃないけど、なんかもう結構ちょこちょこ見られますね。相手が日本人の方ですね。で僕この人知ってるんですよ。この人あれなんですよ、多分僕の記憶があってれば J30 種の人なんですよ。で後ろから J かなんか、来なかった。これのアイスピラ、これがいい。遅れてユニット出した後の、遅れてアイスピからのあれ、遅れてアイスピからの喋ってると落ちた。ちょ待って、やばい、喋ってると落ちたけど、やばい、ちょ待って、お次行きましょう。はい、遅れてユニット出してからの遅れてアイスピのザップが強いです。アイスピをすぐ出すんじゃなくて、ユニット出した後に、その30子が橋渡って時間が経ってからあれです、ザップ、アイスピ出してザップみたいな感じですね。で喋ってるともう一個落とされる感じですね。やばいな、なんでや、いつも喋っとるね。どういうことや。まあ、でもエリクサーポンプ置いてるんで、でここでコストなかったんですけど、アイスクレッシュからの、あいザップ、あんま意味ないけど、このザッピーとやりごっかな、ちょいっとダメージ入れてくれた。まあ、これは後ろ一個一個交換してるようなもんなんで、多分耐えて、オッケー。ここはもう今同じような状況ですね。これもう30しか固めて、しんどいな、しんどいんですけど、これ一つ有利なのが相手の陣地でアウトローとか出せるんで、でここでアイスピで凍らしてからのザップで、あれサンドイッチになった。なんでサンドイッチやな。いや、これは惜しい。これはもう無視です。もう、サンクラ対決になるので、ここは30子出してあげて、圧倒的に30子の方が火力高いんで、押し切る形になりますね。いやー、もうサンドイッチ。ザッピーマスクサンドイッチ、完成。はい。もう、何言ってるか分かんない。ほんまに。やばい。やばい。はい、次、いきます。マジで、もうちょい、ちゃんと言わないといけない。そうっすね、三シリーズ。今のは、なんだろうな。勝てばいいんで。はい、次なんですけど、マッチング長いですね。で、クロス来てほしいですね。クロスの勝ち方は、クロス置かれた瞬間に、アウトロー出して、アウトローの、前のやつがターゲット取って、後ろのやつがチクチクするじゃないですか。そしたらそこにウッド転がしてくるんで、そしたらもうそこにギャングを追加してって感じにすれば、もうクロス余裕ですね。であとザッピーもあるんで、クロスに対してだから特にもう三重子出さなくていいまでありますね。でもう引き分けか、よかったら勝つまでいきますね。これは結構有名な方だと思うんですよね、この人も。さあ勝ちたいですね。これ勝ったらしかも大トロ、
アイスピ流してエリクサーポンプ置いて、で防衛はアウトローでですね。ここでなんかディガーとか、おーあーファイブね、ディガーとか来たようにまあ構えつつ来ないんで、でここで30射出すのは良くないですよね。ここで30射出してしまうと結局何も繋がらないです。多少今アド取ってるだけですぐ防衛されちゃうので、ここで30、おーラバック、これ美味しい。まだある、多分あいつ30射って気づいてないもんだろ。でここで、あでも30射をここで固め出しすると多分逆サイバルとかされるんで、まあ、21セパかな。おいしい、おいしい。いやこれザッピー優秀、これラバもラバにも強い。でもアイスピンも出してあげて、おいしょ。で多分ファイボーは結構回さないといけない。一応ディガー飛ばしてファイボーだけで処理されないようにして、まあ、ザップも構え、あーで縦線とか、まあ、縦線とファイボで処理されましたけど、ここでアド取ってるんで、ここの縦線はまあ少々我慢ですね。ここ我慢で相手ファイボザップなんです。ラバだと、ラバだとというかまあファイボだったんで、多分ファイボザップ、ザップ出たかな。これもアウトローもう単体が強いですね。で遅れてアイスピーがすごい強いですし、あここでもうアウトローしていいまだ。でこのアイスピカなんか出してあげたら磨きが来て、これを処理してくれます。いやーできないのか。今のアウトロー多分13だったらやってくれてた感がありますね。そんな感じが。うんーで30石も出して、相手結構攻めてきますね。なんでここは防衛に専念してるとやられちゃうんで、こっちもしっかり攻めて、まあ、1個取られたみんで1個取るように大事ですね。で1個まあ守れましたし、でエリクサーポンプ置きましたけど、これは置いても置かなくてもどっちでもいいですね。で多分これは意外とキングも狙いつつまであります。よいしょ。でギャングも出してあげて、ちょっと良くないかも、ちょっと良くないかもと思いつつ、また1000なんで、でもワンチャンこのキングにバルーンが来ることもないこともない。これディガーこれでいいまである。待って、ヤンチャまである。いや多分これキング先に削った方がいいっすね。あと500なんで、でザッピーも出して、いやこれザッピー多分相当鬱陶しいと思いますよね。よいしょ。でアウトローでターゲット取って、ナイトじゃない、あいつディガーで殴って、今相手ファイブ防衛しましたね。けど刺さってる。ザップ持って、あとザップもうザップ2回ですね。ザップ2回なんで、もう30式を出しといて、巻いて、あ待って、これ以外ね、こっちで終わるやつや、ここで終わるやつや。あ待って、調子乗ったけど、やばい、待って、引き上げだ、待って、マジやだ、マジで本当にここで勝ちたい、ここで勝ちたい、このマジで勝ちたい。えやばくね、待って、マジで引き上げ、あ、ディガット、ディガット、ディガット。さあ、どこに出す？お前、ここや。お願い、頼む！これはもう、ただ嬉しい、ただ嬉しい、ただ嬉しい。44。44美味しい。いや、44美味しい。いや、マジ美味しい。いや、ここ、今、この2000に今、豪雨まで戻りましたから、ね。いや、今の2000はめちゃくちゃ嬉しいようになりますね。ということで、もう最後1戦勝って、行きたいですね。でも正座してるんですけど、そのちょっと高さ合わせるために正座してるんですけど、しびれが切れた、やばい、ちょっと足がやばい。なんだろう、ラバルに対してもなんか流れでやってますけど、やっぱラバ出した瞬間の逆サイ攻めは必須ですね。ゴレの相手がゴレだとしてもですね、やっぱ30室が大型出されたらとりあえず逆サイ攻めて、でその後に30室展開ですね。僕がやるパターンは基本的に大型出されて後ろから30室で合わせたら、そのままなんかもうご利用されたりしてなんかうまくいかないですよ。なんで大型出された瞬間に逆サイですね。
はい、で公開ってなんで、もうできるだけ三次詞出さずにですね、出してもいいんですけど、相手三次詞にスペルを使わせてっていうパターンですね。いや、これはしんどい、これがしんどいんですよ。ここはもうザッピーを固めた、あ、待って、足のしびれ切れた、やばい、マジやばい、本当にやばい、もう冗談抜きでやばい。あ、ここはもうこれ狙い通りですね。ここで誘ってからの三次詞、ちょっと待って、そんな場合じゃない、マジで足やばい、待って、やばい、ギリ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 で、ここはもう相手ポイズン使ってくれたんでエリポン置きたいですけど、やばい、マジやばい、そんなことある、今動画撮っとんよ、動画撮っとる時に足のしびれ切れるはマジでやばい。これ ISP は出してもよかった、出してもよかったですけど、しょうがない。はい、でこっからですね、こっからしっかり勝ちでいきたいですね。相手がポイズンなんでギリギリまで三重詞を出さずに、もうするこの辺でですね、今三重詞をもし持ってて出してしまうと普通にポイズンで処理されちゃうんですよ、三重詞仕事せずに。それが良くなくて、今この辺で三重詞を出したら相手はまあそれに合わせてポイズンを使ってくるんですけど、三重詞が相手のユニットを処理してそのままポイズンで処理されてくれるんで、言ったら仕事をしてまあバイバイになるんで、それは全然いいんですよね。三重詞を一番後ろから出すのあんま良くないです。シュ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 、まあ守って一本置いて、で次ここで右下に一本置きたいですけど、怖いですね、ここでワンチャン来る、来た、でここは今の三重詞でも良かったですね、三重詞の方がいいまでありましたね、もしかしたら。でもここでまあエリクサーポンプを置いて、もうこれがもう勝ちのリズムみたいなもんですね。でここはもう一回アウトローでいい、またこのアウトロー優秀で、まあザッピーも出してあげといて、でこのままじゃ攻めれないんですけど、これを繰り返せば絶対こっちに流れくるんで、ここでまあ相手は絶対ポイズン出すコストないんで、で出しても今なんで、そうなるとここでポイズン使ったんでエリクサーポンプが溜まります。で溜めて、いやアドをどんどん取ってるんで、今ジャイで8枚から攻められても全部防衛できるんですよ、ね、全てがこっちのアドになるんですよ、もうこの無限ループですね。よしよしよし、今ここ相手ウッド使ったんでギャング使う、でもここであのポイズンとかされると意外としんどい、まだけど、ここはもう守れてからのポイズンだったんで、おいしい、あーやばい、でここの辺から攻めていきたいですね。でもどっちをどう攻めるか、でこっちにしよう、これはでもウッド打たれますね、ウッド打たれるんですけど、ウッド打たれたら遅れてギャングですね。でもこれ左側危ない、左側も防衛しないといけないんで、防衛しつつ D 側も出して、なんとか勝ちですね。いや、ギリギリ、ギリギリ。だけど、まあ、そうそう、相手がポイズンだったんで、まあ、ポイズンだと勝ちたいですね。しっかり勝ち切りたいまでありますね。はい。ということで、まあまあ、アウトロー12なんですけど、全然強いですね。この、まあ、デッキが強いですね。もう、デッキが強い。周りが強いみたいなやつですね。はい。ということで、ちょっとまあ長くなりましたね。はい。まあまあ、今回はこんな感じでございます。よければ、このデッキですね、使ってみてください。では、あと、チャンネル登録もよければ、お願いします。では、バイバイ。